私の推しメンじゃあ発表していこうか。あ、じゃあまずフォロー欄から見ます。くまりデパートさんはニコちゃん好きです。ラストアイドルさん松本桃奈さんが好きです。松本桃奈さんめっちゃ好きじゃん。みんな皆さん推しかぶり探してください。天輪さん、しらすあやんさんが好きです。あと HKT48 さんは村重さんが卒業したのでもやっています。 STU48 さんは岩田ひなさんと佐古姫香さんが推しめです。 SKU48 さんは林美玲さんが好きです。かわいい本当に。バババばみさんはね、近藤紗衣子さんがフェスティブさんの時から推しメンです。マジパンさん、吉沢遥さん、かわいい。あ、デビルアンセムさん、水野明さん、めっちゃ好きなんですよ。もうね、ダンスが本当にすごくて、私の目標のダンス、水野明さんみたいな踊り方になりたい。あと、虹くんさん、蛭田愛理さん、好き、かわいい、本当に。めっちゃかわいい。結構、最年少に光りがちかもしれない。ピラポさん、朝原凛さん、かわいい、顔面が好きです。アンジュレイブさんはアリエルさんが可愛い。あのね、お会いしたこともあって、まだ飲みができたばかりの時にフェスでお会いして、めちゃくちゃコミュ力高くて私はすっごい人見知りしちゃった。ナンキミさん、唐沢ひかりさんが好き。私さ、唐沢ひかりさんちょっとだけミレイちゃんに似てるって思ってるんだけど、誰にも共感されないんだよね。多分私だけなんだと思う。あとはお茶の間さん、久保田奈々美さんが推しメンです。あとね、ピンク色の担当の子も好きになりがちだなって思います。モーニング娘さんは岡村ほむれさんが好きです。 AKB48 さんは倉野成美さんが好きです。ビヨンズさんは山崎ゆはねさんが好きです。椿ファクトリーさんが朝倉キッキさんが好きです。どうですか皆さん、推しかぶり見つけましたか？でも待って、他にもねいっぱいいるの。じゃあ早口で言っていく。ジュースジュースさんは稲葉真奈香さんが好きです。アンジュレムさんは佐々木里香子さんと神子さんが好きです。あと日向坂46さんは小坂直さん、そう、乃木坂46さんは生田絵梨花さんだったんですけど、今はまだ推し名は決まってないです。桜坂46さんはね、渡辺里香さんですけど卒業したので探し中です。で最後に言いなりと奥さんさん、桜ひなのさんです。皆さん、推し名見つかりましたか？自分 DD だと思ったけど、全然ひよこら。そう、私、本当にめっちゃ DD なんですよ。もう、やばいほど DD だから。